ーーチャンネルで心霊系はやんないんですか、うん、心霊系すかいやー、はい、やらない心霊ロケとかですかとかなんかそういうスポット心霊スポットとかスポットいやー結構なんかそういうアイディアも出たんですけど、はい、意外とうちのスタッフさんがちょっとあ怖いかもね怖いなーみたいな行きたくないなーっていう人もい,い,いますねスタッフさんが行きたくなくて実現できないんですね であと実際俺も結構番組とかでは行ってたんですよ。<ー>はい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 。はーいだからもうやっぱりもう怖いじゃないですか。え、行くんすかヒカキンさんはいはいはいヒカキンさんヒカキンさん、シャカさんとか行くんすか心霊ロケ<あ>。ヒカキン、私は行かないですね。うん、あのちょっとなんか演技悪くなりそうじゃねえとか思っちゃってちょっと。<laughs> ああ<ー>、まあいいもんじゃないですまあなんかね、ちょっとね。 信じてはないんですけど、あんまり幽霊を。ただ、はじめ社長はね、ガンガン行くんすよ。すげえな。で、僕は全く行かないっていう。すごい対照的な。行くん。すか僕は昔若い頃行ってましたけど、大人になってからは行ってないですね。え、若い時、え、それは。プライベートで。あ、そう、プライベートでですね。やば怖い。怖い。福岡はたくさんあったんで、そういうスポット。 えー、はありそうめちゃくちゃ行ってましたねえあの連れて帰ったりとかしなかったですかいや僕も全然信用してないし結構数行ったけど見たことないんであんま信じてないですねああ僕はなんかね、あのー、ロケ行って、はい、本番中ロケ中よりも はいオッケーですってなった後の方が結構怖くてああ確かに確かに、ねね、ちょっとわかるかも結構終わってからがねなんか不思議なこと起きたりその霊媒師の先生が倒れたりとかなんか結構あってえ<ー>えー、えー、これは怖いまあちょっと怖くなっちゃったなーいやーやだねー、うん、霊媒師の先生が二重にするはい倒れちゃう怖いっすね いやもう本当そうっすよだってあの,そのあの人が命綱ですからね唯一の <laughs> 最後の最後のね <laughs> ああ頼みの綱が最初に倒れちゃったらちょっとねそうっすよねテレビとかテレビとかだとなんかまずお払いとかしてからみたいなのたまに聞くんですけどうんうんうんそのちゃんとお払いとかで敬意を払ってからみたいなはい<お>あのー、そういうパターンもありますへえ あるし、あのう、あ、上江さんが恐れ入ります。上江でございます。はい。はい。えっ、ー、といい先ほどのですね、えっ、ー、とまあカスタムマッチ、えー、こちらで立て直しをいたしました。で、えー、この後ですね、一度皆様、はい、あの全員ですね一度ゲームを強制終了していただいて、えー、まあ立ち上げ直すという作業をお願いいたします。はい。じゃあやっぱみんな画面熱くなっちゃったんですね。多分。あ,あそういうこと？端末が。 えー、でもなんだろう、ろう俺の端末全然、あ充電してないからかな、俺。本当によるんじゃないですかね。か心霊の話したから、もしかしたら <laughs> <laughs> いや、そうはならんでしょう。そこでおお、怖ってならんすよ <laughs> <laughs> あー。そうか <laughs>。え、見たことあるんですか幽霊、誰か。 僕はないですね。いは,いはい。ああ、誰でもうんみ、お、見たことというか、まあ何これみたいなのがありましたよ。ちょっとど,ど,どな <laughs> んな椅子も。例えば、はい、その橋の上で結構そのなんか怖い子だったんですけど、橋有名な橋があったんですよ。はい。 ブリッジの方、橋がわかりますよ。そこで、はいえー、ロケを終えて橋のど真ん中で「はいケー、OK、です」ってなって、はい、でも怖いからもマネージャーと二人でもう早々にロケバス,バス戻ろうみたいな二人で早歩きでこう帰ってったら僕の感覚的に橋の下から。 行かないでって聞こえたんでですよ <laughs> で <laughs> <え>いやもうまあ風もあるし橋の風とか聞こえてきたんかなと思ってマネージャーに「<laughs> 今なんか聞こえた?」って聞いたら「行かないで」って言ってましたよねみたいな感じで「<あ>うわ逃げろ!」みたいなことはありました この話をしてる栄光さんがもうプツプツちょっと切れててこのまま。<laughs> 若干ね声がね<嘘>。うそこれ喋るなて。え、ちょマジでいや、心霊現象じゃ <laughs> もうほらもう今どっか連れてきましたよ、一瞬。うそうそ心霊現象じゃって言って消えましたよ、今。えー、配信見てるみんなもどうなんだろう <laughs> あの二人で聞こえてるってやばいっすね。うーん。 そうで,しょでもなんかその心霊怪奇現象とかそういうねあの実話怪談の番組とかも今いまだにやったりすんすしてんすよ。はい、はいはい、で例えば今回あのー、まあ貞子とかがって言ったらこうビデオテープとかはははいはい、はいだから心霊写真とかでもだんだんこう時代が進化するにつれてこのスマホに幽霊がとか斜面に 入ってるとか<ー>パソコンの音声データに入ってるだとか、例がね時代に追いついてきたんよ、ちゃんと。それはあれじゃないですか、出てくる例も最近、うん、ほらの例最近の例だから、うん、ちゃんと出るとこ分かってんですね。ね <laughs> いつか いつか誰かのゲーム配信とかに多分出てくることがありますかお化けが。えら、ー、だって出てこなくて可能性あるでしょう。まあ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 。あれといえば、まあでもそれは可さんかもしれない。いや、俺はでもそう。霊感弱い方だからな。<laughs>